4月29日付で発令になりました平成24年春の叙勲受章者に対する伝達式を行います。西山慶治様、日本国天皇は西山慶治に瑞宝小綬章を授与する。皇居において辞を付させる。平成24年7月29日日本国天皇は横山文江に瑞宝短考章を授与する。皇居において辞を付させる。平成24年4月29日皆様方には地方自治、また厚生労働省の所管の各分野にわたりまして、長年にわたっての地域へのご尽力、心からお祝いと敬意を表します。皆様方たちが主に活躍をしていただいた時期というのは、それぞれの地域にとっても、佐賀県にとっても、そして我が国にとっても大きな成長と変革の日々でございました。そうした中、それぞれの分野において全力を出していただき、また業界なり後輩の後進たちの指導に情熱を傾けていただいたこと、さらには次世代を担う子どもたちの面倒を見ていただいたり、何より地域の発展に首長や議員の立場でご尽力をいただいたり、それぞれでございますけれども、そのおかげをもちまして我々今日があることを改めて実感する次第でございます。本日はこれまでのこうした皆様方のご功績の一つの表れということで、本日勲章をお渡ししたところでございます。ぜひともこれからは皆様方の人生において培われたさまざまな経験を次の時代の方に伝えていく、このことをぜひまたお願いしていきたいと思います。不易流行と申します。世の中は変わっていっておりますけれども、皆様方に対して与えられたこの叙勲というものは、変わっていくものに対してではなく、むしろ変わらないものがあるということに対しての奮起ではないかと思っております。この時代が変わっても変わらないところを、ぜひ次の時代の方々にもお伝えいただければと心から念じるところでございます。また本日はご家族の皆様にもわざわざこうしてご列席をいただきましてありがとうございました。今回の叙勲はご本人のご努力もさることながら、周りのご家族のご支援あってのことであると思います。心から感謝を申し上げます。これからの皆様方のご発展を心からお祈り申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。